典型的なスカチューンが施されたヤマハ TW。配色やカスタム内容はビューティフルライフに登場したものとほぼ同じ。スカチューンとはオートバイにおけるカスタムの一種である。部品を外して横から見た時にフレームの反対側が見えるほどスカスカであることからスカチューンと呼ばれる。類似するカスタムとしてチョッパーやボバーがある。スカチューンの起源は 諸説あるが明確ではない。日本の都心部に店舗を持ち、ファッション性を重視するバイクショップが中心となって、1990年代、2000年代にかけていっていた。2000年に放送されたテレビドラマ、ビューティフルライフにおいて、木村拓也が演じる、主人公の所有者として、スカチューンの施された、ヤマハティダブルが登場したのをきっかけに全国に広く、 流行していったとされている。スカチューンは外見的な改造を主軸とするストリート系カスタムの一つである。カスタムの基調はダートトラックレース用の競技車両を模したような外観に仕上げられる。その手法はレース車両さながらに不要な部品を取り外したり簡易な部品に置き換える。具体的にはサイドカバーやフェンダーなどの外装部品が取り外され、 バッテリーをコンデンサに置き換えるバッテリーレス化やエアクリーナーボックスを取り外して簡易な露出系のエアフィルターへの換装が行われる。シートは必要最上限に薄く小さく改造され、マフラーは簡易な構造のものに交換される。ただし、あくまでも外観を重視した改造で、実際のレース車両を忠実に模しているわけではなく、流行の移り変わりによって派生したり、 極端なものへと変化したりしている。例えば、スイングアームをドラッグレースやヒルクルライムの競技車両に用いられるような長いものに交換する場合や、エアクリーナーさえも外してしまう場合もある。また、行動走行を前提にしているためヘッドライトやウインカーは装備されているが小さなものに付け替えられる。こうしたカスタムのための部品をセットにした、 スカチューンキットが多くのメーカーやショップから発売されている。ありがとうございます。